どうも皆さん、こんにちは、ダシです。皆さん元気でしょうか。いや、今回はですね、もう皆さんサムネイルとタイトル見て驚いたんじゃないでしょう。僕もですね、昨日一昨日ぐらいかな、ネットとか YouTube でですね、そういう情報が回ってきて、いやもうね、びっくりして、いやもうこれ皆さんに紹介するしかないなということで、急遽ですね、今日撮影することにしているんですけれども、ついにというか、なんとシャオミから新しいスマートウォッチが発売されました。先週4月の9日です。ありがとうございます、シャオミさん。これはすごいですよ。はい、その名もレッドミーバンドということで、今回僕のこの動画でですね、まずこのレッドミーバンドがどういった製品なのかということです。まず全貌を皆さんに明らかにしまして、その後に実際もう購入しちゃいたいと思います。これがまあ僕がインドネシアに住んでいる大きなメリットですよね。もうすでにですね、インドネシアの通販サイトではまあプリセールということで販売を開始しております。まあ中国からの輸入なんですけどもね、購入することができますので、もう実際にですね、皆さんと一緒にポチッと購入しちゃいたいと思います。じゃあということでですね、まずは早速どういった製品なのか皆さんに紹介しちゃいたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、ということで今回シャオミが発表した新しいスマートウォッチ、その名もレッドミーバンド、これはですね、先ほども言いましたように4月の9日、先週に中国国内でリリースが開始されたものになります。まだその他の外国ではまだ販売しておりません。そしてこれめちゃくちゃすごいのがその値段なんです。皆さんいくらだと思いますか。まあサムネかタイトルに入れちゃってると思うんですけど、なんと1500円でございます。めちゃくちゃすごい、これは本当に。まあ正確には95本かな。で、米ドルで大体14ドルということで、まあ日本円に換算すると大体1500円ということで、来ましたよ、レッドミー。このレッドミーというのはそもそも何かというと、まあシャオミのサブブランドでして、まあシャオミという、まあ、大きな会社がある中の、そのシャオミが、持っているブランドの一つで、まあ、どちらかというとローエンドの、ね、比較的価格を抑えてかつクオリティの高いものを展開しようというコンセプトのブランドになります。まあ、前回ね、レッドミーから出てるあのワイヤレスイヤホンなんか紹介してきたと思いますけれども、それも1500円とか2000円ぐらいで買える、まあ、そういった価格帯のものを展開するブランドで、まあ、そのブランドから発売されているのが今回のレッドミーバンドということなんですよね。で早速ね、写真がもう出てるんで一緒に見ていきましょうよ。これです。結構可愛いっすよね。でも結構俺好きっすよ。カラーリングとしては4種類あります。もう可愛いよね。なんかかっこいいというよりは可愛い感じだと思います。このオレンジ、赤、オレンジがオレンジとオリーブグリーンというものと、そしてその下にあるブルー、そしてブラック、黒の計4種類のカラーバリエーションになっております。好きっすわ、もう好き。いや、これがだって14ドルだよ、皆さん。すごくない？で、もう今僕が言ったようにスクリーンのサイズがミーバンドよりもちょっと大きめのスクリーンになっています。はい、これが 1.08 インチで、ミーバンドの方がこっちが 0.95 インチか 0.95 インチなのに対して、それよりもちょっと大きいスクリーンになってますと。で、このスクリーンに関してはミーバンドの方が AMOLED、 AMOLED というものになりに対して、今回のレッドミーに関しては OLED という LED、まあ、有機 EL になるのかな、を採用してるんで、ちょっとミーバンド4よりはグレードが下がりますけれども、カラーディスプレイになっております、しっかりね。そしてできること、これがですね、この1500円にもかかわらずもうね、めちゃくちゃ満足のいく感じがする。まず見てないんで、触ってないんで分かんないですけども、感じのする、機能を取り揃えてて、いやこれでマジで1500円かって思うぐらいです。はい、もうね、ほとんどミーバンド4と変わらないですね。はい、まずはもうスマートウォッチ当たり前ですけども、スマホからの通知ノーティフィケーションが取れます。そして天気も確認できるということになってまして、充電に関しては USB-A のプラグを採用してまして、なんていうのかな、ミーバンド4みたいにこうやってプチって取って充電するタイプではなくて、これがこのミーバンドとしてね、レッドミーバンドとしたら、もうこれをこのままなんかガチャってここら辺を取って、パソコンなり充電ケーブルなんかにガチャって挿して充電ができるタイプのやつになります。写真がどっかにあったかな、
で、その充電のスペックに関してですね、充電時間、まあそのフル充電になるまでかかる時間が2時間でございます。そしてバッテリーの持ち、これはどうかというと14日間になりますね。Mi Band 4は20日、ほぼ3週間ですけれども、今回の Red Mi Band は約2週間ということですけども、いやこれもね、いや1500円で2週間持つんだったらめちゃくちゃ大満足ですけどね、うん、だってこれこの間紹介したこのオナーバンドなんてほぼ Mi Band 4と同じで3000円とか4000円ぐらいして、ああるにもかかわらず、まあ、2週間と言いつつも実際2週間持ってないですからね。もし仮に今回出てきた Red Mi Band が2週間本当に持つのであれば、これめちゃくちゃすごいと思いますよ俺は。そしてできることとしては心拍測定、これもしっかりとできまして、でかつスポーツモード、エクササイズモードですね、エクササイズモードに関してもついております。これは5種類ついてますね、うん、いやいいんじゃないですか。ちなみに Mi Band 4は6種類ですね、6種類ですけれども、今回の方は Red Mi は5種類いやいいでしょ。だって Mi Band って4000円弱ぐらいするでしょ。2500円弱も安くて5種類ついてるんですからね皆さん、これマジですごいと思います。そして睡眠管理機能もついてるみたいですね、まあ、ここら辺のね、あの心拍測定、スポーツ、睡眠管理なあたりはちょっと実際に使ってみないとね、どれくらいの、あのクオリティのものがあってもわからないんで、ここはちょっとまた製品が届いてからのお楽しみという形ですけれども、機能としては搭載しているというのではかなりね評価に値するんじゃないでしょうか。はい、そしてしっかりとウォータープルーフ、防水対応になってまして、防水規格はMi Band 4と同じ 50m 防水になっております。すごいすごすぎますよシャオミさん。今までだって1500円のさスマートウォッチなんてある？いや俺が今まで紹介してきたね、あの偽物のバチモンの Mi Band 4とかだったら全然ありますけど、それこそインドネシアの通販サイトとか見たら山ほどありますよ、そんなクソみたいなねスマートウォッチでもね、まあ、シャオミ名だたる有名企業のうちの一つから出ているスマートウォッチでここまで価格を抑えているスマートウォッチは多分今この世の中に出ていないんじゃないですか。いやほんとすごいですよシャオミさん、マジでめちゃくちゃ楽しみです。でちなみにですけども、中国版に関しては電子決済ができる仕様になってますね、あのアリペイとかが使えるみたいです。まあ、今回このレッドミーバンドがその国際版、グローバル版を展開していくのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、おそらくこの後僕が買うものに関しては中国版になるので、ちょっと電子決済機能を使うことはまあまあ当然ですけどもできないと。はい、そして最後ウォッチフェイス、これもですねめちゃくちゃ多いです。なんと72種類ついてるみたいです。72種類すごくないですか。ちなみにね俺ね Mi Band 4いくつウォッチフェイスあるか数えてみました。あのオフィシャルの方でね、公式の方でいくつあるか数えてみたところ、60種類です。なんと Mi Band 4よりも多いということです。これはすごいですよね。 Mi Band の方はこっちのサードパーティーのね非公式のアプリケーションでいろいろと好きなようにいじれるんで、おそらくねそういった拡張性に関しては Red Mi の方はこっちまで、まあ、Mi Band よりはないんじゃないかと。とまあ簡単にですねスペックはそんな感じです。皆さんどうですかこれ、めちゃくちゃ良さげでしょ。じゃあ早速通販サイトでも購入しちゃいましょう。はい、じゃあ早速通販サイトでポチリとしてみたいと思います。それがよく使われるインドネシアの通販サイト、ショッピーってですね。はい、よくおやショッピー。スモヘピピピ。もうね、お気に入り登録してるんですよ。もう見つけちゃって、まさかまさかですよ。これ、ほら見て。プリセールというので、ショーミー、レッドミー、ニューというね。こっちの何代理店というか、転売ヤーがですね、もういましてですね。まあ、アマゾンみたいな感じですね、日本の。見てくださいこれ、くーめちゃくちゃいいですよ。ほら箱が今回は赤みたいです。これ見るこの上のところ赤の、また出たねこのレッドミーシリーズの箱、チャッチンだよね。ちょっと出すか、このレッドミーから出てるイヤホンのやつね。これよりもちょっとダサくねこれ。ちょっとまあでもこの出店者の人が出してる写真とかつけてる写真とか見るとかっこいいよね、このゴツッとした感じで。俺めちゃくちゃ好きなんですけど正直。うーい、あしかもミュージックもまあ聴けると。まあ、これはミーバンドと同じだけどね。うわい、かっこいいね。あ、だからどうなんだろう、ミーバンドみたいにバンドを交換して遊んだりっていうのは多分できないのかな。ほらほら、これが箱ね。でのゼロソールドって書いてまだ誰も買ってないっていうのがね、ちょっと不安ですけれども、
まあ大丈夫だろう、スターセラーって書いてあるしね。はい、じゃあバイナウということで買いましょうか。どうしようかな。まあ今回はね、ミニバンド黒も持ってるし、このブルーのバンドも持ってるから、グリーンのこのオリーブグリーンにしてみようかな。結構この帽子と色が似てるから、結構いいマッチングになっておしゃれなんじゃないかなと思って、バイナウ、じゃあこのオリーブグリーンを買います。今回はそう、結構まだ先行販売ということで、結構ですね、この転売ヤーの人がマージン乗っけちゃってて、ちょっと高いな、37万ルピーだからいくらぐらいだろう、ミニバンドと同じぐらいするかな、2400円とか500円ぐらいすると思います。まあこれはまあ致し方なしということかな。じゃあ買いましょうか、バイナウということで、ね、はい、じゃあちょっとサクッと購入手続きをしちゃいたいと思います。はい、ということで購入が完了しました。中国からの輸入になりますので、おそらく、まあ、最短でも10日、遅ければ、まあ、2週間、まあ、15日、16日ぐらいかかると思います。なのでおそらく4月の末か、遅ければ5月の頭とか第1週ぐらいになっちゃうんじゃないかなというふうに思いますけれども、いや、めちゃくちゃ楽しみですね。ということでですね、また届きましたら動画、開封動画作りたいと思いますので、ぜひともお楽しみにしていてください。ということで皆さん、引き続き体調には気をつけてですね、無理せずですね、できるだけ外出は控えてですね、家でコロナウイルスにかからないようにですね、一緒にですね頑張っていきましょう。まあ僕はインドネシアでですね、皆さんは日本、もしくはそれ以外の国から見てくださっている方もいるかと思いますので、ぜひですね、場所を離れていても同じ人間、同じ地球に住むですね、まあ、人類皆兄弟なわけですから、皆さんですね、ぜひですね、こう危機をですね一緒に乗り切っていきましょう。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。